ingin info game Android terbaru, subscribe channel ini. この地に眠る箱の選ばれし者よ。さあ、アルマの名において、あなた、その言葉、仲間が襲われるとき、賢い。では、一つ承知、あなたは正義の、その地、このような姿で生まれるが、構わぬか。支援なら私に任せて。魔術の力、見てみたい？豪華で全てを焼き尽くす！闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。見えない刃こそ最強の力となる。伝説の宝物を見つけよう。仲間を傷つける奴は絶対に許さない。この命が果てるまで悪を裁き民を守る。これぞ我が騎士道。俺に挑戦する愚か者がいるようだな。禁断の地、ダメ、私にはできない。お母様、受けてみろ。禁断の地はこの近くに巫女の人力、それが私自身を召喚した。早く医者を探さないと。お願い、無事でいて。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。はい、受けてみろ。オルハの目の前に、ここね。称号をランクアップして、ペッ、この条件も達成しましたね。クエスト完成。ペットを迎えに行きましょう。新たに獲得したペットを見てみましょう。はぐれ竜が現れたところに、それにしてもこの石材のふ、そんな大むか、この牢族、レダ族が進行する。ミトス参道は非常に危険です。どの道具を使用します？これを試してみましょう。設定完了。回復アイテムの設定はこれからも忘れないでくださいね。妙だな、あの魔獣の群れ、石の周りを囲んでいるように見えるけど。逃がさない！受けてみろ！この石、あれ？これは古代文明で使われていたルーン文、象形文字に分。
ここを見てごらん。でも、ここに宝箱。こんな場所に逃がさない。白座、ほら、やっぱりここ受けて。こっちは運が悪かったか。大丈夫、この程度なら二人で対処できるさ。なぎ払う。の文字、歴史を。ここが歴史を葬る場所っていうか、はるか古より。それにしてもわからない。壁画に絵が。へえ、赤毛の。ちょうどいい。待ってくれ。どうした、アドル。こ、逃がさない。白座くらえ、なぎ払う。熱風剣てい、避けてみな。白座くらえ、なぎ払う。くらてい、逃がさない。受けてみろ。リバルト、精霊たちの力を。悪くない。ま、俺の名はガッシュ。ここを抜けると面倒ごとに。獲得しました。早速ペットを出陣させてみましょう。どうやら他の出口を探そう。ファッションシステムが公開されました。今すぐ確認。アバターを見に行きましょう。着用してみましょう。画面から退出してメインクエストを続けます。
装備試練に参加しましょう。この手紙が届いているのなら、無事に港町にたどり着いたということですね。今だ。噂に聞いた通り、とても繁栄している町なのでしょうか。おじさまの息子、ウルもその町にいます。お時間があれば、ぜひ会いに行ってください。それと、少しですが、冒険に必要なものを送ります。これからも、お体には十分気をつけてくださいね。受けてみろ。てい白山、ほらほらほら、逃がさない。受けてみろ。白山、くらえ、なぎ払う。君たちの勝利としよう。相手を選んで挑戦しましょう。逃がさない。白山、くらえ、ほら受けてみろ。挑戦成功。ここから退出しましょう。
取ってね。お兄ちゃん、最近怖い夢をよく見るの。ぜひ受け取ってね。また何か起こっちゃうのかな。タップして購入しましょう。工房をチェックしましょう。ここから装備強化を利用でき、装備を変更しても強化、装備を強化します。もう一度強化してみましょう。リモージュ市民の皆さん、ラーバさん、ラーバさんじゃないですか。アドル、お前さんに再会できて。あれ、この子は。ところでラーバさん、エメラス、ということはブランチ様に。逃がさない！白雨山！ほら！熱風剣！俺たちルローン。おい。リモージュの酒場で。負債の話。そんな、今。でも。安心し。
あのチンピラたちまでブランチ様を恐れるとはな。3年前その時バスラム商会のブランチ様が一番ブランチ様、薬持ってきました。とても貴重な薬で安くても1000金貨です。金貨1000枚ブランチ様、この薬の材料。人脈を通じてリディアが尊敬する人物訪ねてみましょう。ブランチ様もローラ、ブランチ様がローラさんのこと、ええ、そうだ。おかえりなさい。いい人と待っていましたよ。